2018年ロシアワールドカップの出場を決定づけるゴールを決めた井手口。今回はそんな井手口の面白いエピソード50連発を紹介していきます。以前から二の腕付近にはタトゥーが入っていたことは知られていたが、2020年シーズン怪我から復帰するとがっつりとタトゥーが入った右腕があらわに、ファンからはタトゥー休暇といったコメントが。二度目の海外挑戦となったセルティック入団会見前、ロッカールームでユニフォームに着替えた井手口だが、その左肩から左肘にかけてと左脇腹、そして背中にもタトゥーが以前より大幅に増えていることに驚きのファンが多数存在。ボクシング元世界チャンピオン宮崎がアップした画像で飲酒と喫煙を疑われる井手口。当時は19歳であったため未成年の方がアウトと話題になり、なぜか同席した岩波にも厳しい意見が飛ぶことに。その後食事会にいたレゲエ DJ のことぶきくんがタバコと飲酒を否定。タバコは違う人のもので、飲み物はウーロン茶を飲んでいたそう。コメントでは批判する意見もありつつ、写真のために酒のある席に移動しただけだろと擁護する意見が。タトゥーや喫煙疑惑と悪のイメージがある中、成人式の写真がアップされると柄悪すぎや組長、やはりそっち系かと、さらにアウトローなイメージが。そんな井手口は中学高校時代は少しやんちゃだったそう。中学時代は練習をサボっていたことを自ら明かすと、難しい時期だったとも振り返る。その時の鴨川監督に、何か言われても僕はあまり気づかなかった、練習に行かない日は遊んだり寝たりしてたのかなと、サボりと反抗を繰り返していたそう。井手口は高校に入り、ガンバ大阪ユースに上がっても練習をサボる癖は抜けず、それだけでなく住んでいたガンバ大阪の寮の門限を破ったり、何度も謹慎処分を受け、通っていた高校では遅刻の常習者、授業をサボることもしばしば、完全にヤンキー予備軍だったそう。井手口の門限破りはクラブでも問題となり、寮で毎日夜の10時に点呼を取るようになったのだとか。初めはなかったそうだが、井手口のせいでそういう形に。ちなみに井手口は点呼の際には一応そこにはちゃんといると当時のガンバユース梅津監督が明かす。点呼が終了すると井手口はタイミングを見計らってこっそり寮を抜け出すのだとか。深夜駅前で見かけたという情報がクラブに寄せられることもしばしばあったそう。梅津監督はいざという時に守ってやれない、トラブルに巻き込まれたらチームの足を引っ張ることになるぞという話をすると、はいわかりましたという返事だけで数日すると抜け出していたとか。そんな自由な井手口を見守る母親は相当苦労したそう。せっかくユース日本代表の合宿に呼ばれたのに、ミーティングにノートを持っていかなかったり、練習で気に入らないことがあるとクーラーボックスを足毛にしたり、そのせいで代表メンバーから外されてしまったこともあったと明かし、笑顔が少なくなっていく息子をずっと心配に思っていたそう。このユース合宿だが、当時アンダー15、アンダー17日本代表を指揮していた吉武監督と反りが今一つ合わなかったそう。ある合宿でプレーに納得いかなかった井手口がペットボトルを蹴り上げ、これを吉武監督が厳しくいさめた。頭ごなしに説教された井手口は苛立ちを抑えることができず、宿泊先のホテルのフロントに練習着を預け、勝手に合宿から離脱。当然だが、それから二度とアンダー17代表には招集されることはなかった。別の合宿でも逃走を図った井手口。ガンバユースの梅津監督が電話をかけ続け、ようやく井手口を捕まえた梅津は、一緒に謝りに行ったのかと提案したそうだが、井手口は、いえ、一人で行きます。と言い、詫びを入れて合宿に戻ったこともあったそう。井手口がやんちゃをしていた学生時代の担任の先生が逸話を披露。高校2年生の時の学年柔道大会では副将を務めました。柔道の経験はなかったにもかかわらず、戦う相手全てにオール一本勝ち。在学中から身体能力の高さが際立っていました。との柔道伝説が。このように荒れていた時期も乗り越えてプロになった井手口。更生した一番のきっかけは母が癌を患ったから。高1の終わり頃に患い、初期ですぐ手術して治ったそう。しかしこの一件で井手口は反抗してきたことが馬鹿げているように感じ、サッカーを一生懸命やることが恩返しになり、そうすればお母さんも元気が出るかなと考えたそう。そんな母親も井手口が幼少期の頃献身的にサポートしてきたそう。小学1年生の時に最初に入ったのがアビスパ福岡のサッカースクール。そこは週1回ではあったが、片道1時間くらいの距離を車で送り迎えしていたそう。サッカーを始めたきっかけは二人の兄、優しく教えてくれたそうで、なんといっても兄の一人は井手口正明。幼少期からレベルの高い存在が身近にいた。驚くべきはその環境、いい影響を与えたのは兄だけでない。なんと保育園の同級生に後に J リーガーになる増山朝日もいて、お互いフリーキックの蹴り合いをするなど切磋琢磨していたそう。井手口が小学3年生になると別のクラブにも入ることに。それが中央スポーツクラブ FC。 当時の中央 FC は475人もの小学生がスクールにいて、スクールからセレクトされた優秀選手およそ20人で構成されるスペシャルクラスがあったそう。井手口は小3から5、6年生の高学年チームに入って試合にも帯同するほど際立った存在感を示していたそう。当時の中央 FC の監督が井手口を見た第一印象を語り、真っ赤なピステに身を包み丸坊主の頭というインパクトの強いスタイルを見た時にはマイク・タイソンみたいだなと思ったそう。井手口が小学6年生の時に移籍した油山カベリアーズは足元のテクニック重視で、トレーニングの半分をリフティングやフェイント、ドリブルなどに割いていた。井手口自身もそれまでのチームは走ったりゲームばっかりだったんで、プラスになった部分は多かったですと振り返る。それからは自主練習のメニューも変わり、今までは走ることが多かったそうだが、コーンを使ったドリブル練習を増やし、フットサルにも触れ技術が向上したとか。井手口はナショナルトレセンアンダー12九州にも選ばれるなどしていたため、どの進路を選択するか、それは多くの関係者にとって気になる点だった。高いレベルへ行かせた方がいいと考え、 JFA アカデミー福島の受験を進めたというが、結果はまさかの不合格。その日を境に練習に早く来てグラウンドの周りを走ったり、自主的にテクニック練習をしたりと目の色が変わりましたと当時の監督加藤氏が振り返る。
その後ガンバジュニアユースに進むことになるが、セレクションは母親の勧めで受けたそう。二次試験後に君はもう試験を受けなくていい、合格だと言われ、かなり早い段階で合格。ガンバのことはあまり知らなかったそうだが、受かったと聞いて同時並行で受けていた地元のアビスパは断ったそう。井出口はガンバジュニアユースに通うため、母と共に福岡を離れ大阪へ引っ越し、当時阪南大学に通っていた長男正明さんと共に3人で暮らしながら J リーグトップクラブのアカデミーでプレーすることに。最初に困ったのは言葉の喋り方で、最初は結構周りからいじられたそう。小学6年生の時に新天地大阪へ赴くにあたり、井出口は油山の仲間たちにこのようなメッセージを残したという。この1年間とても楽しくサッカーができました。カメリアで学んだ技術を大阪に行っても宝として、ガンバの中でも一番となって、宇佐美選手を超えてプロになって帰ってくるので、みんなで焼肉を食べましょうと。当時井出口はフォワードだったこともあり、宇佐美の名前が。ガンバジュニアユースに入り、サッカーは真面目に行い、成長を遂げた井出口。フォワードからミッドフィルダーに転向して、さらに能力が開花。中学3年時には、アンダー15のクラブ選抜に選ばれ、オールウエストの一員として、メニコンカップに参加。対戦したオールイーストを圧倒し、スーパーゴールで決勝点を挙げた井出口が MVP を獲得。井出口が中学2年生時に3年生とのスペイン遠征に帯同。午前中、高校1年生を主体とした中国代表と、午後からはメキシコ代表との試合を予定していたが、中国戦で井出口は膝を打撲。昼食を終えると、監督に膝が痛いので、メキシコ戦は出られません、と直訴。怪我の具合を確認した監督は、単なる打撲に過ぎないと判断し、厳しく叱咤したそう。このエピソードを当時の監督は、人体を痛めたわけでもないし、そのくらいは怪我じゃない。スペインまで来て、メキシコと対戦できるチャンスを棒に振るつもりか、と言ったそうで、井出口自身は、対戦相手は高校生のチームだし、膝もほんまに痛かったらやりたくなかったけど、めっちゃ怒られたから、仕方なくやりましたとおどけたが、試合が始まると誰よりも体をぶつけていき、存在感を示したそう。ガンバユースに入ると荒れた時期も過ごしたが、順調に成長した井出口。高校3年時にクラブ史上5人目となる飛び級でのトップチーム昇格。母親もすごく喜んだそう。プロに昇格した当初は、遠藤、今野という日本を代表するボランチに囲まれ、なかなか出場機会がなかった井出口。それでも腐らずにトッププレイヤーから学ぶ日々を経て、2015年に松本山雅 FC 戦で J1 リーグ戦デビュー。なんとこのデビュー年の19歳に結婚をする。井出口の結婚相手は大野夏美さんと言われていて、中学の同級生。互いの自宅は近かったそうで、中学時代の夏美さんについて、井出口は中学の時はあんまり好きじゃなかった、うるさかったし、わーわー言ってる女の子好きじゃなかったと笑って話す。しかし高校へ進学すると心境が変化していく井出口。高校になってからみんなで遊び始め、だんだん二人で遊ぶようになった。二人でいて落ち着くところがいいかなと夏美さんに好意を抱いていたよう。そして2015年から交際し、その年に結婚した井出口。現在は3児のパパ。この若さでの結婚には大きな理由が。夏美さんの母親が膵臓がんを患い、余命半年との宣告が。余命宣告の2年前に父親をがんで亡くしていて、一人になってしまう夏美さんを心配する母親のことを考え、出口は結婚を決断。この決断を井出口は、もう早俺らが結婚して安心させたいといきなりプロポーズしたと語り、入院している夏美さんの母親に結婚の報告に行ったそう。夏美さんの母親は、頼むなと一言。二人が結婚した翌年の2016年3月に夏美さんの母親は亡くなられたそう。そんなこんなで結婚した翌年には出場機会を大幅に増やし、存在感を高めていく井出口。その運動量は凄まじく話題に。延長戦でも動き回り、チームを助け、120分で 15.4km の走行距離を記録。同じ出場時間で同じポジションの遠藤より 2km も多い数値を叩き出す。井出口と庄司の対談で、この無尽蔵のスタミナについて、井出口は、僕は小さい頃からサッカーをして、体力の限界まで練習をしてしまい、体力がゼロになると発熱して倒れます。その繰り返しが今の僕を作っているのかもしれない、と話した。庄司に、今は試合の後に発熱していないってことは、まだまだいけるってこと？といじられると、井出口は、大人になって毎試合熱を出してたらやばいですって、と突っ込み、一概でも、あうんの呼吸で即興漫才を披露。運動量だけではないことを試合で証明する井出口。横浜 F マリノス戦でスーパーミドルシュートを2本叩き込み、さらにすごいことは右足と左足で決めたこと。決められた相手ディフェンダー中澤もコメントで、井出口くんは化けますよ。まさか左足も打てるとは思わなかったので、そこは少しスーパーでした。と下を巻き、今後も怪我なく高い向上心を持って練習や試合をしてくれるといいボランチになると思いますよ。相手チームですけどね。と絶賛。いろいろと髪を変えることで有名な井出口。新髪型としてちょんまげを披露。しょぼいちょんてせや、どこ目指してんだ、とのコメントが。スタメンをダッシュすると、井出口は2016年リオオリンピックへと続く最終予選にも招集され、ゴールを決めるなど貢献。帰国後、驚くことに地肌が透けて見えるほどの金髪で現れた。これを見たガンバ長谷川監督は、最終予選で金メダルを取ったから髪の毛も金にしてきやがった、と眉を潜めた。その後、リオオリンピックのメンバーに最年少で選ばれた井出口。コロンビア戦で大先輩の藤原がオウンゴールを献上。次の日にガンバに帰ったらいじられる、とさらに塩を塗る井出口。井出口のミスも痛かった、いや、さすが最年少、といったコメントが。オリンピックや日本代表での活動を経て、海外への気持ちが高くなる井出口。なんとワールドカップイヤーにイングランド2部のリーズユナイテッドに完全移籍。ビザ発給の問題や出場機会確保を理由に、すぐにスペイン2部リーグのクルトラル・レオネサに期限付き移籍を発表。この海外移籍時に代表から J リーグに戻ると、正直プレーが遅いなと感じましたし、あのレベルを経験したら日本で頑張れる気にはなれなかった、と発言。後ほどかなりの頻度でこすられることに。スペインへ移籍する際、今のところスペイン語で覚えているのはオラとグラシアスの2つだけ、と明かす。そのため間違いなくコミュニケーションは苦労すると思います。ノリで乗り切れるくらいにならなきゃとは思っていますけど、本来の性格はそういうタイプでもない、と言語の壁を強調。
ペイン語はオラとグラシアスしか知らないと話した入口は、やはり言葉の壁で窮地に追い込まれる。ビエルサ監督は入口について、私は一つのポジションにつき、二人の選手を保持する。ここで誠実に話をすると、入口は私が必要とする二人の選手に入っていない。だから私が彼にここに残ってほしいというのはフェアではない。ただし、現在のところ、彼には言葉の壁がある。英語もスペイン語もわからない。と早速移籍を促される。ロシアワールドカップに向けた大事な時期に代表に呼ばれた入口。この選出はスペインの新聞でも扱われ、プレイ時間の短さからクルティラルの幽霊、日本人が柴崎乾と共にワールドカップの予備メンバー入りと幽霊と揶揄される。出場機会を得られない入口にチャンスが。ガーディアンによれば、ビエルサ監督は選手たちに対して3時間にわたってリーズ練習場の観客スタンドを清掃するよう命じた。目的はリーズファンがチームに対して注ぐ愛情や情熱を理解させることにあったという。3時間は長すぎ、日本人の得意分野来た、今までにないアピールチャンスといったコメントが。結局リーズからサイドレンタルでドイツの2部に移籍した入口。デビュー戦でいきなりゴールを決める。入口らしい前線への飛び出しでこぼれ球を流し込む。これぞボックスとボックスや嗅覚すごいとのコメントが。ドイツでも怪我をしてしまい、出場機会も少なくなり、完全移籍でガンバへ復帰。海外に移籍した時にコメントした J リーグは遅いに対して、ぬるま湯に帰ってきたか、いや年齢的にもう一度海外に行けるといった前向きなコメントも。入口がゴラッソを決めた宇佐美に後ろから勢いよく抱きつくと、勢いが良すぎて宇佐美が目の前にいた小野瀬の肩付近に激突。なんと宇佐美が鼻血を出してしまう衝撃の珍プレーに。再度 J リーグで活躍をして2度目の海外挑戦となるセルティックへ移籍した入口。相手からの悪質なタックルで怪我をする不運に見舞われると、その後は生存確認担当に。写真が上がるたびに入口生きてたとコメントが飛び交う始末。2022シーズンは屈辱の出場ゼロで日本福岡に期限付き移籍となった。新天地には故郷の福岡を選んだ入口。開幕早々怪我で離脱したが、5月時点で全体練習には復帰していて、復活は間近。福岡での活躍に期待しましょう。というわけで、今回は入口陽介にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白いエピソードを紹介しているので、ぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。